今の剣に選ばれしハイラルの勇者よ。そのたゆまぬ努力と結実せし剣技を認め、女神ハイリアの名において祝福を授けん。空を舞い時を巡り黄昏に染まろうとも、結ばれし剣は勇者の魂とともにさらなる力がそなたと、そして大魔の剣に宿らんことを。はるか遠き過去に生まれし、やれやれ、前途多難みてえだな。何言ってんの。お月の騎士任命の記念に太古の伝説真似てみろって林立てたのあんただろう。とはいえ彼に対する態度に関してはあの姫と気が合いそうだよ。僕しょうがないよ。お姫様にとっちゃあいつの存在はそう、コンプレックスの象徴みたいなもんだから。今の君にはとても真似のできない芸当だろう。上昇気流を発生させ空高く舞い上がる僕の技、空の支配者リトの中でも芸術品とまで言われるテクニック。この技をもってすれば厄災ガノンに対して有利に戦いを進められること間違いなしだよ。そして一族でも最高と称えられる弓の使い手、つまりこの僕リーバルこそ厄災討伐の要にふさわしい戦士ってことさ。なのに僕に与えられた役目は君の援護だ。君がその古臭い大魔の剣とやらの主ってだけで。愚の骨頂だよね。おや、怒ったのかい。それなら勝負と行こうじゃないか。場所はそうだな、あそこなんてどうだい。ごめんごめん、君は一人じゃあの神獣に行くことさえできないんだっけね。これからゴロンシティに向かいます。あの神獣とダルケルの相性を高める調整を行わねばなりません。何度か動かせたとは言ってもまだまだ未知の部分が残されています。それでもあれは人の手で作られたもの、人工のものならきっと理解できますし使いようもわかります。だから私は必ずあれを厄災ガノンに対抗できるよう仕上げてみせます。あなたはその背中の剣を使いこなせていますか。その剣に宿るという内なる声、それが聞こえているのですか。よし、この神獣を操るコツ掴めてきたぜ。ゴロンの英傑としてこのダルケル様にも意地があるからな。
神獣の訓練で他の3人に遅れを取るわけにはいかねえ。俺はよ、ここから見る景色が好きなんだ。見ろよ、あの美しいゴツゴツしたうまそうな岩の尾根。厄災ガノンとやらがどんなやつかは知らねえけどよ、俺は必ずこの景色を守ってみせるぜ。なあ相棒。そういや、おめえを姫さんお月の騎士に選んだのはハイラル王だってな。じきじきの指名じゃねえか、頑張んな。まああの姫さんはじーっと気合い入りすぎっつうか、余裕がねえっつうか、特におめえには。危なかったな。しかしなんだ、ここ数十年デスマウンテンは静かだったのによ。しかも落石が起こるほど山が荒ぶるってことは、いやまさかな。やはり反応しない。この方の遺物は大魔の剣に選ばれた者のための施設、それは間違いないけれど、肝心の起動方法がわからない。どうすればこの中に入ることが。今日は付き添わなくてよいと伝えたはずです。いくら国王の命令であっても、当の私が護衛など必要ないと言っているのです。城に戻り、父にそう伝えてください。ついてこないでください。ああ、呼び立ててすまなかったね。でも早かったじゃないか。さすがお姫様好きの騎士だ。今日の調査も張り切ってたからね。疲れが出たんだろうさ。で、どうだい？この子と仲良くできてんのかい？そうかい。でも勘弁してやりなよ。お姫様はあんたの背にある剣を見るたび落ち込んじまうのさ。自分はハイラル王家の出来損ないだって。それはあんたのせいじゃないんだけどね。この子はさ、ずっと頑張ってきたんだよ。封印の力を得るために小さい頃から毎日毎日祈りの修行。冷たい泉で無理するもんだから熱出したり倒れたり、それでも力は得られなくて、せめて自分にできることをって異物の研究まで始めて。本当にいい子なんだ。だからさ、守ってやるんだよ、あんたがね。冷えてきたね。そろそろ起こした方がいいな。ん？ああ。
の？あなたどうしてここに？大した傷ではないようですが、けれどこのところ少し無茶しすぎです。あなただって不死身じゃないんですよ。最近魔物に襲われたという報告が増えています。あのような強靭な種族までも混じってきていると。やはりこれは厄災復活の予兆と考えるべきなのでしょうか。さあ急ぎましょう。最悪を想定し万全の構えを敷いておかねばなりません。これも、そう、あれも。ハイラルの花は綺麗なだけでなく、染色や加工の原料になるものも多いんです。あ、これは姫静かといって絶滅危惧種の花なんです。少し前から人工栽培を始めているのですが、なかなかうまく繁殖してくれなくて。もしかすると絶滅するかもしれない姫なのです。あ、ほら見てください、これ。珍味で有名な食用種ですが、最近の研究で人の能力を向上させることが分かってきたんです。今城の者たちを対象に効能を詳しく調べているのですけれど、類まれな身体能力を誇るあなたにもぜひこの研究調査に協力してもらいたいのです。さあ、さあ、こうしてると出会った頃のことを思い出すね。あなたはまだ子供で、無茶してすぐに怪我をして、その度私はこうしてあなたを治してた。ハイリア人のあなたは気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、私あなたの傷を治してあげられるの嬉しかった。復活するかもっていう厄災ガノンはどんな相手なのか、どういう戦いになるのか、詳しいことはまだわからない。でもどんなに過酷な戦いになったとしても、みんながあなたが傷ついてしまった時は私が治す。何度でもどんな怪我でも私はあなたを守りたいから。厄災ガノンとの戦いが終わったら、そうしたら子供の頃みたいに
た。ここへ遊びに来てくれる？いつまで経っても止みませんね。お父上の跡目を継ぐべく騎士の道を選び伝馬を続け、そしてあなたは大馬の剣に選ばれるほどの剣士に成長した。それは素晴らしいことだと思います。でも、もしもあなたに剣の才能が全くなくて、それでも周りの人たちからお前はこの絵の家に生まれたのだから絶対に騎士にならねばならないと言われたら、そう言われ続けたとしたら、あなたはどうしていたと思いますか？ガーディアンもようやく動かせるところまでこぎつけました。この調子でガーディアンや神獣への理解を深めていけば、たとえ薬剤ガノンが復活しても対抗する力は得られるはずです。ここで何をしておるのだ？ガーディアンの実験を見ていました。私たちが異物を完全に把握すれば薬剤への対応も。確かに古代異物の研究はハイラルにとって極めて重要だ。だがこの国の姫であるお前がなすべきことは他にあるはず。いつまでそうして己の役目から逃げ続けておるのだ？逃げてはいません。先日も勇気の泉に赴き沐浴し祈りを捧げ、異物に関わるのをやめ全ての時間を修行に注げと言うておる。薬剤封印の力を身に宿す術がそれ以外にあるのか？わかりません。でも努力しているつもりですけれど、どうしても。だからせめて今の私にもできることを。言い訳は聞きとうない。王として命令する。今後一切異物に関与することは許さん。泉での修行に専念せよ。口さがない王宮の者たちに何と呼ばれておるかは知っていよう。出来損ないの姫、席を果たせぬ無才の姫。そうではないという証を立てるのだ。よいな。はい、お父様。王家の姫が代々受け継ぎし薬剤を封印する力、それは祈りによって目覚める聖なるもの。そう聞かされて育ちましたけれど、母が言っていた体を満たす霊力も、祖母が耳にしたという精霊の声も、何一つ私には感じられない。父には何度も叱られました。それはお前が学者の真似事ばかりやっているからだと。でも幼い頃からどんなに頑張っても祈っても
古代の神ゆかりのこの地にすがってすら聖なる力が私を唱うことはなかった。教えてください、私には何が足りないのですか。辛抱強くなだめてあげれば馬には必ず気持ちが通じる。あなたに教えてもらったおかげで本当にこの子と仲良くなれました。この王家の装備も最初この子にはあまり似合わないかなと思っていたんですが、今ではすっかり馴染んで見えるんです。相手を思う気持ちって大事なんですね。あの向こうには知恵の神ネールより名をいただいたラネールという山がそびえています。弱い17に満たぬ者、知恵なき者として入山を禁ずる。ラネールはそんなしきたりを持った山なんです。力の泉でも勇気の泉でも私の力は目覚めなかった。でもあの地なら、知恵の神ゆかりのあの泉でなら、もしかしたら。根拠は何もありませんけれど、わずかでも可能性があるのなら私はそれにすがりたいのです。明日私は17歳になります。あの山に行ってみようと思います。で、どうだった姫さん、神の山での修行はよ。目覚めなかったんだ、封印の力。ごめんなさい。おひい様、頑張ったんだろ。それでダメなら仕方ないよ。それにこの山での修行が全てってわけじゃないさ。案外何かのきっかけで封印の力は目覚めるかもしれない。 ありがとう、ウルボザ。姫様、あのうまく言えないんだけど、私考えてみたの。私が治癒の力を使うとき何を思ってるんだろうって。そしたらそれは、姫さん、やつは俺たちだけで何とかしてみせる。よし、みんな自分の神獣に乗り込んで厄災を打つ準備だ。俺たちはリンクがガノンと戦う時に一斉攻撃をかける。相棒、おめえはハイラル城へ。しっかり援護してやるから、思いっきりガノンの野郎をぶちなめせ。さあ、おひい様、あんたは安全なところへ。
いいえ、私も行かせてください。何もできないかもしれないけれど、せめてせめてみんなと一緒に。姫、ご無事ですか？あなたたちにお願いがあります。この人を海星の祠まで連れて行ってください。急いで、彼の命が燃え尽きてしまう前に。いつの日かあなたの主がここを訪れるまで待っていてください。あなたの言うように長い眠りが彼の記憶を奪ったとしても大丈夫。あの人はまたきっとあなたの前に現れます。ハイラルの姫巫女よ、そなたこれからどうするのじゃ？この剣がマスターソードが教えてくれました。私にはやることが。
まだやれることがあります。強うなられたの、姫巫女。デクノキ様、いつの日か彼がここを訪れたら伝えていただけますか。私は、さてさて、かの者に聞かせる言葉は主の口よりこそ紡がれるべきではないか。